かりんちゃん楽しそうですね。これずっとさっきから浮いてるんだよ。本当だね。面白そうだね。おお。楽しそうだね。もっくんは何してますか。手裏剣作っています。すごいね、一生懸命手裏剣作ってるよね。見ないで作ってるんですよ。すごいね。もっくんさっきのお勉強になるように見てるから ね、 ね、ここにもっくんをここに入れる、うん、はい。で、今日なんですけど、もっくんが、ピアノの発表会の日に熱をですね出しちゃいました。ということで、ピアノの発表会行けなかったので、今日は島村楽器さんで、先生がですねお部屋を借りてくれました。で、そこでピアノのプチ発表会に今日は出ていきたいと思います。取り気に刺さっちゃったの。カリンも弾くよ、あそこで頑張ろうね。イエーイ。おもちゃのちゃちゃちゃ。そうそうそう、おもちゃのちゃちゃちゃ。そうだよ、ちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ。こうね。もっくん、もっくん頑張って弾いてください。手裏剣一生懸命ね。はい。で、そこをですね、先生借りてくださったのがですね、やっぱり雰囲気を重視してくださって、本番に近いような雰囲気が感じられるようにっていうことで、今日はもっくんとかりんちゃん、私もですねちょっと弾かせてもらって頑張りたいと思います。おー、行くぞ。おお、かけやーす。違った、運動会だった。
Thank you.